おはようございます。10月14日日曜日の高野文夫のマイビデオダイアリーをお届けいたします。今日はですね、東京農工大学の小金井キャンパス工学部に来ております。私のデータですね、この大学の空手部の65周年記念演舞会パーティーがありますので、それに参加するために来ております。ちょっとスタートはですね10時ですけれども、時間がありますので、ちょっとビデオダイアリーを撮っております。工学部キャンパスで、ちょっと お見せしましょうかね。広大なキャンパスですよ。工学部キャンパス、広大なキャンパスです。広大なキャンパスですよ。このですね、森の裏の方に我々の空手部道場がございます。このところですね、ファシリテーションのシリーズでお伝えしてましたが、このところですね、私の35冊目の本がですね当たりましてね、 Amazon ベストセラートップ4、5を行ったり来たりしてますので、その本について、ご紹介したいと思います。頭バラバラですねはい、この本のですね、ベストセラーに入っている本のネーミングはですね、スルーする技術とつけました。スルーする、今ですね、こう人と仕事のこの関係でですね、思いっきりこう踏み込みますとですね、バッティングしちゃって安泰な生き方をできなくなりますので、スルーする技術というのをマスターしてくださいということです。スルーする技術はですね、2つの要素があります。1つはですね、多様性を受け入れることです。ダイバーシティと言います。多様性を受け入れることです。ダイバーシティ、人はですね、まあカラーにしてもですね、ホワイトもいれば、イエローもいれば、ブラックもいれば、いろいろな人種があります。いいじゃないですか、ホワイトでもブラックでも。宗教にしてもですね、学会もあれば、キリスト教もあれば、モスリムもあれば、いやすごい宗教なんかはですね、私はあるところでびっくりしましたね。会社ですけれども、入り口にブワーッと狐が並んでるんですよ。その会社の入り口からドワーッと通りにね、これは何だと思いましたね。でもよくよく調べたらですね、狐は幸運を呼び込む神様なんですね。神様の使い、中にはですね、ほとんどの神社に行ければ、ものすごい狛犬とかいるじゃないですか。いろいろな宗教あります。いいじゃないですか。今日はですね、空手の65周年記念でここに来てますけれども、我々が趣味とする武道にしてもですね、いろいろあっていいじゃないですか。そのようなですね、多様性を受け入れる心、これを持ちなさいということです。もう一つはですね、スルーする技術、正面にぶつからないでですね、さっと避ける。空手なんかではですね、バーンとついてきたらですね、まあ、いろんな避けをします。避けをします、避けをします、あるいは避けをします。私はボクシングもやりましたけども、パディングとかですね、落としたりですね、いろんな避けをします。それをですね、かわしというんですけれども、きちっとしたですね、スルーする技術を身につけて、人と人とのコミュニケーションを上手に図りなさいというのがこの本です。それはですね、コミュニケーションなんですよ。私はファシリテーション、プレゼンテーション、交渉術を教えしてますが、それらをマスターすることによってですね、上手に人間社会をコミュニケーションをとって生きていってくださいと、その要点を書いたのがスルーする極意です。どうぞ一冊よろしくお願いいたします。どうもお聞きいただいてありがとうございました。